昭和39年台風第20号は1964年9月24日に九州に上陸し日本列島を縦断して大きな被害を出した台風である。進路図1964年9月17日3時、北緯11度7部、東経149度3部地点で熱帯低気圧が発生し19日15時に台風20号へと昇格した。 台風は急速に勢力が強まり、20日9時から21日9時までのわずか24時間に中心気圧が975ミリバールから900ミリバールと75ミリバールも低下した。21日12時、飛行機による観測では中心気圧897ヘクトパスカルとなっていた。台風はさらに発達し、十一日十五時には九十五ヘクトパスカルにまで、 気圧は低下し、最盛期を迎えた。その後も勢力はあまり衰えず、920から930ミリバールの気圧を維持して北西に進み、23日頃から、震度を北に変え始め、24日3時から6時頃に、中心気圧930ミリバールで、鹿児島県薬島付近を通過した。そして24日9時頃、ついに、鹿児島県霧島市付近に上陸。 上陸時の気圧は依然として930ミリバールであった。台風はその後速度を速めて北東に進み、15時には940ミリバールという気圧で高知県すくも町付近に再上陸した。そしてさらに加速して、瀬戸内海から若狭湾へ抜け、仙台の北方から三陸沖に達し、26日3時に北伊45度、統計155度地点で、 温帯低気圧へと変わった。台風の影響で愛媛県の宇和島では秒速72.3メートル以上の最大瞬間風速を記録し、これは台風として観測史上第7位にあたる記録である。この台風は進行速度が速く上陸時も950ミリバール台の気圧を維持していたことから台風の進路の東側にたった兵庫県西宮市愛市などでは 高潮によって住宅が浸水被害を受けるなど、全国で死者、行方不明者56人、浸水、損壊家屋11万棟以上という大きな被害がもたらされた。また、台風の発生位置や最盛期の位置、値などが伊勢湾台風と類似していたため、本土に接近した頃にはマスコミも大きく取り上げた。また、当時は、 東京オリンピックの開催を10月に控えていたため、その中でのこの台風の襲来はオリンピック開催への影響が懸念された。被害記録 NHK が1964年に放送したドキュメンタリー現代の映像第27週台風地帯において本台風が直撃した地域の住民や漁師、自治体などの台風との戦いや鹿児島地方気象台に勤務する 予報官たちの観測設備が整っていない状況下での予報作成における苦悩などが取り上げられている。ありがとうございます。